18日から2009年3月25日は日本の体操競技選手である。秋田県秋田市公明出身。秋田工業高校から東京教育大学卒業。小学校3年生の時に母親を亡くし、秋田東中学1年の冬から養護施設で育つ。中学2年の時、先生の勧めで体操部に入部し、市内大会では、 数々の表彰台に上がる。同じ秋田県出身の小野隆史を目標に競技を続け、東京教育大学在学時代から体操競技日本代表選手に選ばれて、オリンピック、世界選手権など数々の国際大会に出場した。1964年東京オリンピックでは日本選手としては初めてとなる個人総合優勝を果たした。過去2回のオリンピックに僅差で、 個人総合優勝を逃していた小野は、遠藤の快挙を喜び、個人的に遠藤にトロフィーを送った。遠藤はこのトロフィーを、永遠の記念品と述べている。東京オリンピック個人総合の最終種目となった、アンバを前に、遠藤は9.00を出せば2位のボリス・シャハリンが、最終種目でたとえ10.00を出しても追いつかない、絶対的優位を築いていたが、 日本悲願の個人総合優勝のかかる重圧の中、会場が凍りつく落下寸前の演技の止まるミスを、連発、長い競技の末9.10をマーク。ソ連の必要な祭典に対する抗議も覆らず、ついに、日本に、個人総合の金メダルをもたらした。この功績をもとに、ドイツから託された、最も高い成績を残した選手にと、第一回アテネオリンピックの優勝メダルが、 与えられたが、後にそれは、秩父の宮スポーツ博物館に寄贈された。以後、このメダルは盗難に遭い、現在も取り戻されてはいない。東京教育大学卒業後、日本大学に就職し、助手になる。1998年に国際体操殿堂入り。引退後、1972年ミュンヘンオリンピックで、チームリーダーを務めるなど、指導者としても、 活躍の場を広げた。また日本体操協会では、専務理事、副会長を経て、協会顧問を務めていた。長男の遠藤孝一も、父と同じ体操選手となり、日本体操協会上無理事を務めている。日本オリンピック委員会理事も歴任。元日本大学分理学部教授。1996年に、四十法省、2008年には、朝日中受賞をそれぞれ受賞した。 2009年3月25日、食道癌のため生去。72歳ボ打ツ。養護施設への寄付を最後まで続けていた。ありがとうございます。